ラブライブ、サンシャイン、ラブライブ、サンシャインは、アスキーメディアワークス、ランティス、サンライズの3社による、プロジェクト、ラブライブ、シリーズの第2作。架空の学校、私立裏の星女学院を舞台に活躍する、スクールアイドルグループ、アコース、アクアを、主人公としたシリーズ第2作。2015年2月26日より開始された、ラブライブ。 の新企画、同年4月30日に同日発売の電撃 GS マガジン2015年6月号及びラブライブ公式サイトにおいて企画の詳細が発表された2015年9月9日ラブライブ公式サイトのリニューアルポータルサイト化が行われると同時にラブライブサンシャインの公式サイトが開設された 2015年10月から翌2016年3月にかけて読者参加企画によりトリオユニット3組、シラン、アゼリア、ギルティキスの構成メンバー及びユニット名を決定。同年5月からトリオユニットでの活動も始まった。2016年1月11日、ニコニコ生放送で行われたラブライブ、サンシャイン。 アコースニコ生課外活動初めてのドキドキ性放送の中でラブライブサンシャインが2016年夏よりデビューアニメが放送されることが発表され同年7月から9月まで放送された2017年秋から第2期が放送開始された第1作ラブライブ同様に実在の地域を舞台にしており本作では 静岡県沼津市が舞台として選ばれている。本作では、アコースが通う、浦の星女学院が実在の中学校をモデルにしているほか、周辺地域の施設や名所も劇中に取り上げられる。また、第一作と異なり、CD に収録されたボイスドラマのほぼ全てに、沼津市に実在する施設等が登場するのが特徴である。そのため地域の企業とのコラボレーションも、 積極的に行われている詳細はコラボレーションを参照。静岡県沼津市内浦にある女子高校の浦野星女学院。この学校は全校生徒が100人にも満たず、来年度の入学希望者は0人。それにより、統廃合の危機に瀕していた。そんな中、学校を盛り上げるために9人の生徒が立ち上がり、スクールアイドルを結成することになった。 主に基礎設定。複数のメディアで共通する設定を記述する。各メディア固有の設定は別途記述する。復帰された声優は、突起ない限り、テレビアニメ版における担当を指す。一部のサブキャラクターは、演出により顔の一部が描写されない。沼津市の内浦という町の近くの岬の突端にあり、全校生徒が100人にも満たない、小さな女子高校。通称、 裏女。周辺は、みかん畑で囲まれている。制服では3年生が、緑のスカーフ、2年生は赤、1年生は、黄色のリボンで、これは学年ごとに固定されている。夏服のデザインは2年生と3年生が共通で、パフスリーブタイプを採用。1年生は、袖がほぼ、ノースリーブタイプの制服である。スカーフの色同様、学年ごとに固定されている。 この他に、裏の星女学院の旧制服であり、現在は、秋の衣替えの一時期に着用されている黒い、セラー服タイプの制服も存在する。スカーフの色は白で、学年に関係なく同じである。GS 史上のイラストストーリー及び漫画版では、すでに廃校が決定しており、戦果たちを含めた生徒たちにも周知されている。テレビアニメ版では、 1> 第1期第1話時点では統廃合は決定していなかったが、第2期終盤にて並行が決定した。部の申請には最低5人必要。理事長は小原マリリーだが実質的な決定権を持っているのはマリリーの父親。全メディアに登場。本作の主人公グループ、U.S. に憧れる戦果の発案により、裏の星女学院で結成された。 スクールアイドルグループ。グループ名は、アッカーと、ワーズを合わせた造語。各メンバーのイメージカラーは、アコース、アコースメンバー基本データ一覧の項に記述。テレビアニメや漫画では、スクールアイドル部に所属、活動の詳細はストーリーを参照。またグループ内で3人ずつのミニユニットに分かれての、活動もしているが、テレビアニメ、漫画でのミニユニット活動の描写はない。 こうに登場したのは GS2015 年5月号メンバーここのプロフィールと担当声優が発表されたのは GS2015 年6月号であったがグループ名がアコースに決定した GS2015 年8月号の発売である2015年6月30日が正式な結成日とされているテレビアニメ版ではカナン、ダイヤ、マリリーが1年生の時にも アコースのグループ名でスクールアイドル活動をしていた。カズの姉妹が通う学校。北海道では最古の歴史を持つ函館のお嬢様女子校。東京における学習院のような由緒あるエリート校。ロケ地は北海道函館西高等学校である。テレビアニメスクフェスに登場。抜群の歌唱力と運動神経を持つカズの姉妹による 北海道出身の二人組のスクールアイドル。雪の結晶がシンボル。A ライズを目標としており、戦火たちの強力なライバルとして登場する。アニメ第一期第7話で、東京の神社でアコースメンバーと初めて対面し、スクールアイドルイベント、東京スクールアイドルワールドで優勝を狙うがアコースと共に入賞を逃した。その後、第一期第12話でアコースと再会した際には、 その表情こそ平静を保っていたものの自分たちと同様に予選を通過したアコースに対してライバル心をむき出しにしている。またエーライズの凄さと自分たちとの違いを理解するためには勝ち続けて同じ景色を見るしかないと考えており何よりもラブライブで勝つことに執着している不死がある。その様子を見たカナンには学校は救いたいけど セインツスノーの二人みたいには思えない。セインツスノーの二人が一年生の頃の私みたいと評されている。夏のラブライブでは北海道地区予選をトップで通過し、決勝では8位入賞した。秋のラブライブでは優勝候補と言われ、予備予選を突破するも、北海道地区予選では本番で転倒するミスを犯してしまい敗退する。ラブライブ 和子の大会が最後となってしまったが、クリスマスイブのイベントでアコースと共に合同ユニット、セイントコーススノーとして、大勢の観客の前でパフォーマンスを披露。グループとしての優秀の美を飾った。正月には、裏の星女学院まで来て、アコースに、ラブライブ。優勝のための特訓をし、北海道に帰る際には二人で考えた、練習メニューの紙を渡した。実家のロケ地は、 箱館元町の甘みろ砂防菊線である。セインツスノーメンバー基本データ一覧。いずれもテレビアニメに登場。女性は、裏の星女学院の卒業生がほとんどを占める。第2期第12話では、花丸とマリリー以外の母親たち、花丸の祖母が内裏から、貸切バスに乗って、秋葉ドームまで来て、すでに、秋葉ドームまで来ていた島と、水戸。 戦火の友人3名セインツスノーの2人と共にアコースを応援した。本作品に登場するスクールアイドルグループのうちヒロイン全員によるアコース、アクア3人ずつで構成されるトリオユニットシーラン、シャロン、アゼリア、アゼリア、グールティキス、ギルティキスのグループユニット名はいずれもユーザーからの公募で決定されているほかトリオユニットのメンバー構成は 制作側が提示したい5つの構成案からユーザーによる投票で最多得票のものが選ばれている可評参照。各グループユニットのメンバー構成や発表楽曲はアコースを参照。また、ウェブラジオ番組ラブライブサンシャインアコースほな星女学院ラジオにおける演者によるパーソナリティユニットについても合わせて記載する。こちらは キャラクターとしてのアコースは無関係である。ここではユーザー投票によって決定したダンスフォーメーションでの配置やイメージがある等について記述する。空欄は発表なし。電撃 GS マガジン2016年5月号から連載スタート。作画は無印のスクールアイドルダイアリーシリーズのコミカライズを担当した小田マ アコースのメンバー加入順位やミューエスの初期メンバー人数など本作のテレビアニメ版や漫画版、無印と設定がつながっていない。また、テレビアニメとは違い、裏の星女学院の廃校は物語の開始時にはすでに決定事項となっている。私立裏の星女学院に通う高海千歌はラブライブ。初代優勝グループであるミューエスに憧れ、幼馴染みである。 松浦ナンを誘い、スクールアイドル活動を始める。時を同じくして、ミューエスの出身校、音の木坂女学院から、裏女に編入した、桜内里子は、東京と内浦のギャップに不安を感じながらも、内浦の自然や偶然であった戦火に魅了される。戦火は、すでに廃校が決定している裏女の中で、どのようにすればミューエスのようになれるのか、首をかしげつつ、 勧誘活動を始めるが、周囲の反応は冷たい。筆頭候補である梨も、どこか遠慮がちなままであることに着目した戦火は、近く行われる、内浦子供浜祭りに梨を誘うことを決める。第1巻。生来の内気な性格から、裏女の同級生から逃げてしまうことに、自己嫌悪する梨は、戦火に誘われて、子供浜祭りに参加する。 そこで、内浦の元凶を知ったナシは、戦火を助ける気持ちで、愛活に参加することを決意する。字が移り大型連休前の放課後、戦火と梨が音楽室で練習をしていると、同級生の渡辺陽が現れる。高飛込の選手である陽は、体育祭の準備で、忙しいカナンのピンチヒッターとして戦火たちに加わる。当初は、愛活と高飛込の練習を両立させていたようだが、 次第にスクールアイドルの楽しさに心奪われ、高飛び込みのスクールを休会、本格的に戦果たちの仲間になることを決意するのだった。第2巻。陽が4人目のメンバーとはなったものの、未だ部としては成り立たないアイドル部。そんな彼女らを見つめる女生徒たちの一人、国木田花丸は、アイドル好きの友人、黒沢ルビーに、部の存在を教えうとする。ルビーはアイドルにはなりたいものの、 生まれ育った環境や自分の容姿、そして大の男性恐怖症であることから、なかなか一歩を踏み出せずにいた。そんなルビーだったが、意を決して花丸を誘い、大型連休に東京へ行き、アイドルを見に行こうと提案する。一方、二人のクラスメイトである、津島よし子は、以前戦火から誘われたアイドル部が、思いのほか継続し、人気者であるようまで参加していると知り、 改めて自分から声をかけようとするも、不運体質と高悲者な振る舞いなせいで失敗してしまう。思い通りにならない一年生たちとは裏腹に、時は順調に進み、世間は大型連休へと突入した。第3巻。電撃 GSMAGAZINE.COM で2018年4月8日から連載スタート。作画は中央なた。 CD に付属する DVD に収録された PV は 2D 作画と 3DCG の合成アニメーションとなっている。5から6分程度の短いアニメに通常の30分作品以上の予算と手間がかけられており 2D と 3D を高いレベルで融合させた高品質なものに仕上がっている。また、この PV でキャラクターたちが披露するダンスをライブイベントのステージ上で 担当声優たち自身が実演し、楽曲ごとに異なる各キャラクターのポジションやフォーメーションをも含め、ほぼ完全に再現する点が見どころになっている。生身では困難とも思える、アニメ劇中の動きを実現させるため、演者たちには一般的なライブ以上に密度の濃い特訓が課せられることもあるという。2016年7月から9月にかけて、テレビアニメが放送された。 全13話、テレビアニメ放送に先駆けて、ラブライブ、サンシャイン、TV アニメ放送直前特番私たち、輝きたい、が、放送、配信された。2017年10月から12月にかけて、テレビアニメ第2期が放送された。全13話、放送に先駆けて、ラブライブ、サンシャイン、TV アニメ2期放送直前特番私たち、 輝きたい。が、放送、配信された。文字多重放送も実施。文字色は線画が黄色、ルビーが水色、洋が緑。他のアコースメンバーと、その他の登場キャラクターは、白となる。本作は、静岡県沼津市内浦地区が舞台であることから、実在する企業、団体内視は、その関連商品等が実名で登場しているほか、 モデルとなった建物も数多く存在している。このため、エンディングクレジットには、協力として、数多くの企業、団体がクレジットされている。一例として、裏の星女学院のモデルとなった沼津市立町、伊崎中学校、主人公、高海線歌の家のモデルとなった安田屋旅館、実際に、バスが登場している、地元バス会社の東海バスオーレンジシャトル、小田急グループ、 本社が、沼津市、寿太郎運州の箱が登場している JA 南村、地元の水族館である伊豆、水戸シーパラダイス、淡島マリンパークなどがクレジットされている。なお、これらの企業名のクレジットは、n h k イテレ、NHK 教育テレビジョンで放送される場合、放送法第83条、広告放送禁止規定に抵触する行為となるため、エンディングクレジットからは、削除されるが、 本編においては同法に対応した編集は行わず、そのまま放送される。テレビアニメ版、ラブライブ、と世界観を共有しており、同作の映像が作中で流用されている。また、キャラクターなどの設定が、それまで展開していたメディア、G、S、ボイスドラマ等から、大幅に改変されている。大きな変更点としては、物語開始時点で、 裏の星女学院の廃校が未定となふほか、桜内里子の性格、引っ込み事案から、突っ込み役に変更や、黒沢ダイヤのスクールアイドルへの興味、無知から、ミューエスの通列なファンへ変更などが挙げられる。作詞は、はたき、作詞は、はたき、第2期最終回放送後、完全新作の劇場アニメーションの制作が告知され、 2017年12月31日の読売新聞の全国版長官に劇場版予告の全面カラー広告が掲載された。翌2018年6月9日、ラブライブ、サンシャイン、アコースタードラベライブ、ワンダフルストーリーズにて、ラブライブ、サンシャイン、ザスクールアイドルムービーオーバースレインボーのタイトルで2019年1月4日に、 公開されることが発表された。シーラ・カンス、サンシャインは2017年4月1日にエイプリルフールネタとして配信された実写映像化と題された人形劇動画。本作品において舞台となった沼津市の地元企業と西伊豆地方に進出している関東大手施設系列企業を中心としたコラボレーション企画が多数実施されている。 西武グループ、西武ホールディングスは、伊豆箱根鉄道が共賛したのを皮切りに、稽古者が参加。西武鉄道のかつての構想相手であった小田急グループからも、地元バス会社が参入。作品の舞台が、サッカーの盛んな静岡県ということもあってか、サッカー関連のコラボも多い。2018年に入ってから一部の行き過ぎた行動を、取る者による、事件、トラブルが、 毎次に逮捕者が出る事件が起こっている。号数は電撃 GS マガジンのもの。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。